東京都第10区はかつて存在した衆議院の選挙区。1967年の第31回衆議院議員総選挙からそれまでの東京都第6区から分割されて設置された。廃止時の定数は5。第31回から第33回は4。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数、128万8755人。投票率 55.、55.08%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、122万746人。投票率 61.、61.74%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。 執行当日有権者数、113万1685人、投票率 60.、60.27%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、109万1339人、投票率 56.、56.81%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、 105万9381人、投票率 67.、67.77%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、105万1492人、投票率 50.、50.53%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、103万8999人、投票率、 64.01%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数10、102 9121人、投票率 61.。61.59%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、99 2517人、投票率。 55.66%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数90万4261人、投票率64.80%。ありがとうございます。